いくつになってもワクワクするカラースプレースイーツ。今日は大好きなカラースプレーを使ったスイーツをご紹介していきます。それではスタート。最初のお店は駒沢公園の近くにあるバワリーキッチン。表参道にある人気カフェロータスや東京駅のヘンリーグッドセブンの系列店です。その日食べられるケーキを店員さんが目の前で選ばせてくれます。スープやサラダ、お食事のメニューも豊富です。今回私が選んだのはカラースプレーに覆われたスプリンクルケーキです。カラースプレーがたっぷりの夢のようなケーキです。もう一つは人気のピンクのショートケーキを注文しました。それではいただきます。バニラクリームとチーズクリームの2層になったケーキです。チーズクリームは爽やかな酸味が感じられます。カラースプレーのプチプチとした食感も美味しいです。ほんのりピスタチオが香るスポンジはふわふわで美味しかったです。続いてはベーグル好きさん必食の麻布十番にあるニューニューヨーククラブのご紹介です。こちらのお店の特徴はいろんな種類のクリームチーズをベーグルに挟めるところです。1番のベーコンエッグチーズと、あと8番のレインボーカラー。はい、ありがとうございます。レインボーベーグルは午前中に売り切れてしまうこともあるので早めの来店がおすすめです。ベーグルは半分に切ってくれるので友達と2種類をシェアしました。二重になってるんだ。1つ目はベーコンエッグチーズです。2つ目は大人気のレインボーベーグルです。断面にカラースプレーがついているインパクト大なベーグルです。購入後にリベイクしてくれるので温かい状態での提供です。むぎゅっとした食感のベーグルがボリューミーで美味しいです。キャッシュレス決済なのでお気をつけください。続いてのお店は渋谷にあるモジャインザハウスです。アメリカンなカフェダイニングで広い店内はポップな印象です。一番人気のワッフルチキンとデザートにバナナスプリットを注文しました。ワッフルチキンは名前の通り丸いワッフルの上にフライドチキンが乗っています。続いてカラースプレーが乗ったデザートバナナスプリットの登場です。バナナ丸ごと1本の間に3つの味のアイスが乗っています。アイスはバニラ、チョコミント、チョコレートの3種類です。ジャンキーな見た目でカラフルで可愛いデザートです。発祥は生クリームです。アイスの下には生クリームとカスタードプリンが入っていました。チキンの衣はサクサクとしていてスパイスが効いた味付けです。なんと上からメープルシロップをかけて食べるんです。甘じょっぱい新感覚のワッフルで病みつきになりそうな味わいでした。続いてのお店はコーヒー専門店エース。昭和46年創業の老舗コーヒー専門店です。レトロ可愛い店内が素敵です。
いろんな種類のアレンジコーヒーがありました。モカジャパ2つと、はい、あと海苔トーストと、あとドーナツ。海苔トースト1つとドーナツ1つですね。はい、はい、お願いします。まずはドリンク、コーヒーにチョコレートを加えたモカジャパです。上にはカラースプレーがかかっていて、とっても可愛いです。お食事は海苔トーストとアメリカンドーナッツを注文しました。ありがとうございます。焼き海苔とバターと醤油を挟んで焼いた海苔トースト、このしょっぱさが癖になる味わいです。朝の10時まで海苔トーストとコーヒーのセットが550円でいただけます。続いて温かい状態で提供されたアメリカンドーナッツ、サクッとした食感で懐かしい美味しさでした。最後は市販のスイーツを使ってカラースプレーパーティーをしたので、その様子をお届けしたいと思います。まずはドーナッツにチョコレートをつけていきます。この日はいちごチョコとミルクチョコレートを用意しました。チョコの上にカラースプレーをつけていきます。次は人気のお菓子オレオにもカラースプレーをつけていきます。次は簡単なクレープ生地を作っていきます。材料は卵、牛乳、ホットケーキミックスです。フライパンに生地を薄く伸ばしてクレープを焼いていきます。やけどに気をつけながら生地をひっくり返していきます。材料も少なくて簡単にできるのでおすすめです。生地が焼けたらホイップクリームを絞っていきます。この日は業務スーパーでアマンディホイップを買いました。スライスしたイチゴを乗せてカラースプレーをかけたら完成です。最後はソフトクリームです。私的にカラースプレーがかかったスイーツってドーナツとクレープとソフトクリームのイメージなんですけど、皆さんはどんなスイーツを想像しますか？市販のスイーツにトッピングするだけでカラフルで華やかなスイーツに大変身です。どれも美味しかったんですが、特にソフトクリームとドーナツが相性抜群だなと思いました。カラースプレー1袋518キロカロリーあるという現実には目をつぶって、楽しくて美味しいおうちカフェでした。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。小さい頃から大好きなカラースプレー、お店で食べられるスイーツとおうちカフェの様子をお届けしました。次回は夏がやってくると食べたくなるあのスイーツの特集です。お楽しみに。